アヤムセマニのメスアヤムセマニのオスアヤムセマニは、インドネシア原産の鶏の品種である。アヤムはインドネシア語で、鶏を、チュマニは、ジャワ語で、真っ黒をそれぞれ表し、インドネシアのジャワ島に起源を持つ。1998年に、オランダ人の飼育家、ヤン・ステフェリンクによって初めてヨーロッパに持ち込まれ、現在は、オランダ、ドイツ、スロバキア、チェコで、 個体群が保存されている。しかしそれ以前からスウェディッシュブラックチキンなどの由来のはっきりしないアヤムセマニの変種が各地で飼育されていた。これらはアフリカやアジアの各地に広く関係を持っていたオランダ東インド会社の船員が持ち込んだものが定着しそれぞれに交雑を経て現在の形質に収まったものだと考えられている。外見は全身真っ黒である。 黒くツヤのある羽毛は緑を帯びた光を反射させる。足、爪、くちばし、そして舌、戸坂、肉ひげに至るまで黒。肉、骨は愚か内臓までも黒い。体重は、温度リでニから 2.5kg。綿鳥は1.5から 2kg。綿鳥はねぐらを定めず、ピンクを帯びた平均 45g 白い卵を、年間80個ほど産む。血液に関しては様々に描写。 あるいは噂されることがある。しかし顕著に濃い色ではあるが、アヤむセマにの血液は黒ではない。ありがとうございます。